1876年に描かれた法廷のイラスト。中心の少女は一般的にメアリー・オルコットであると考えられている。マーシー・ルイスはセーラム・魔女裁判の告発者の一人。彼女はメイン州ファルマスにあたる場所で生まれた。マーシー・ルイスはフィリップ・ルイスとメアリー・ルイスの子だった。ルイスは彼女の村に対する攻撃から逃れてきた難民だった。彼女の家族は 他の難民と共にアメリカのニューイングランドメイン湾の入り口にあるカスコ湾に到着した。マサチューセッツのセーラムで1680年から83年に活動したピューリタンの牧師ジョージ・バローズはインディアンによる襲撃の生き残りの一人だった。セーラムに定住した後、ルイスのおじであるトマス・スキリングは襲撃によって負った傷が原因で死亡した。 1683年、ルイスの家族はカスコ・アンの島に引き返した。1689年にインディアンの2回目の攻撃が始まり、ルイスの両親が死亡して彼女は孤児になった。1689年9月30日にインディアンによる襲撃によって、彼女の祖父母、おば、おじ、そしていとこの大部分が殺害された。結果として14歳のルイスは、 バローズ牧師の家の家使用人となった1691年に彼女は結婚した姉妹が住んでいたセーラムに移住しトーマスパットナム家の次女となったパットナム家の一員としてルイスはアンパットナムジュニアと彼女のいとこメアリー・ウォルコットの友人となった1692年にルイスはセーラム魔女裁判で重要な役割を担ったその裁判では 以前の主人のジョージ・バローズを含む20人が魔女術使いの疑いで処刑された。1692年3月26日にエリザベス・プロクターを告発したように、ルイスはメアリー・イースティが一度解放されたにもかかわらず、彼女に対する追求を続けたためサイドのメアリーの投獄と処刑をもたらした。エリザベス・プロクターに対しては、アビゲール・ウィリアムズとルイスの両方が家で、 苦しめられたという告発が行われた。ルイスによって告発されたものは、ジャイルズ・コーリー、ブリジット・ビショップ、スザンナ・マーティン、ジョン・ウィラード、サラ・ワイルズが含まれる。ルイス自身も告発の対象となった。アン・パットナム・ジュニアは、ルイスの亡霊を見たと主張した。裁判の後、ルイスは、ボストンに移住し、おばと共に暮らした。ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅で、 ポーペンティナゴールドスタインは驚きとショックを示す表現としてマーシー・ルイスという名を使用した。ありがとうございます。